はい、キヌです。七階段パート4を取っていきましょう。鳥居さん。母、聞いてくれよ。すごい親切な男の人でさ、その会社ならすぐそこだから送るよって今乗せてもらってるんだ。世の中捨てたもんじゃないな。おお、取引先まで送ってもらえたらいいですねが実行されたわけですね。利用できるものは利用しましょうよ。まあ私なら見知らずの人を乗せませんけど、お礼にドレスをあげたらどうですか？一番下がちょっと面白そうなんで選びましょう。おお、よかったんですね。送ってくれた代わりにドレス。でもそれだとわらしべにならないですよね。レイちゃん、普通だってば。あ、ところでなんか赤いコート着た不審者が目撃されたんだって。かなり派手じゃない？あ、これあれですね、まだ進めてないやつですね。っていうことで、レイちゃんちょっとやめときましょう。つぐみちゃんも、そうですね。もう誰のやつを失敗したのか、ちょっといまいち忘れてました。千歳ちゃん、少し怖くなったね。ちゃんと見てる？見てる？見てるよ、大丈夫だから。見てません。お前の後ろにいる。これにしてみましょう。お前の後ろ、ああ、ダメですよね。そうですよね。そうですよね。そうですよね。怖がらせちゃダメですね、女の子は。というわけで、ちょっと待ちつつ進めておきます。もしかしたら、つぐみちゃんとレイちゃんから返事が来るかもしれないですが、そこはスルーして、鳥居さんから行きましょう。男がいるわけないだろうと思ったんだけど、意外な展開になってさ、女装癖がある。まさかドレスが欲しいとか、取引先の人だったとか、乗車賃を要求されたんですか？まさかドレスが欲しいとかにしときましょう。そのまさかっぽいですね。では千歳ちゃんを開きましょう。どうして怖いこと言うの？でも今トイレの中だけど、そんなに怖くなかったよ。意外と平気ですね。早く出ておいでよ。もう大丈夫でしょ。それじゃあバイバイ。怖いことなんかないよ。早く出ておいでよにしましょうかね。あ、まあ、多分大丈夫じゃないですか。多分。鳥居さん、返信が早くて好感が持てますね。話の流れでさっき会ったことを話したら、そのドレスとこの車を交換しないかって。信じられるか、こんな話。いや、信じられないです。え、怪しくないですか？交換したい理由は聞きましたか？きっとこれが観音様のお告げの意味ですよ。交換したい理由は聞きましたかにしときましょう。ちょっと怪しすぎますよね。あ、怪しいんで正解だったようです。いやー、ドレスと車はちょっと値段が、そうですね、何桁とか変わってくるんで絶対ダメですよね。それではまた待ちましょう。ひーと思ったんですが、千歳ちゃんが開かないって言ってますね。早く出ておいでよ。トイレから出られない。開かない？ああ、絵の具のこと？開かない？意味がわからない。絵の具のことに、ああ、ダメかな。どうもあんまりよろしくなさそうですね。鳥居さん。おっと？何が起こるんでしょう。返事が見たいです。すぐに新しいか車を買うからだってさ。気前いいよな。もうすぐ取引先に着くらしくて、今決めてほしいと言われたよ。俺、交換していいんだよな。ドレスが車に変わるんですよ。ここでやめたら意味ないです。なんかうますぎる話だと思います。やめておきましょう。今すぐには決められないと答えたらどうですか？ドレスが車に変わるんですよ。ここでやめたら意味ないですにしときましょう。あ、嘘。車はダメだったってこと？なかなか順調だと思ったのに。
こんな美味しい話見逃す手はない。こんなドレスでよければ差し上げます。答える鳥居に男が口を歪めて笑った。え、車を譲り受けてすぐに次が現れた。どういうことだ。鳥居のもとに警察が訪れた。母親なんて引くわけないだろう。何かの間違いだ。母子なんてなんですね。車のナンバープレートの目撃情報により、横断歩道を歩行中の母子を車で跳ねた男を危険運転致死傷害の疑いで逮捕したという報道が流れた。あ、濡れ衣を着せられたっていうことですね。調べに対し男は、観音様のお告げだ等と意味不明な供述をしており、まあそうですよね。まあでも本当に観音様のお告げだったんですけどね、続けようとしただけです。はい、千歳ちゃん行きましょう。うんうん、違う、まだトイレから出てなくて、どうしよう、扉開かない、閉じ込められたのかな。うるさいな、もう大声で人を呼び続けて。トイレの鍵が古くて硬いのかもしれない。大声か下かどっちかですよね。一番下にしましょう。なんかダメっぽいですよね。あ、そうでもないのかな。大声でもいいかなとは思ったんですが、そうですね。これで今現在進行中が千歳ちゃんしかいなくなったので、しばらくカットしましょう。はい、ある程度進めたので、そうですね、鳥居さんとレイとつぐみちゃんは、ラストの回答ですね。で、千歳ちゃんはなんかちょっと怖い感じの選べとかってきてますけど、鳥居さんからいきましょう。これが最後の回答です。なんかうますぎる話だと思います、やめておきましょう。これが正解のようなので、これを選択したいと思います。さて、どうなるのか。これパーフェクト回答ですね、一応。あ、でも返信待ちになるんですね。これから先はちょっと知らないのであれなんですが、どうしようかな。つぐみちゃん、すぐ行くわね。うん、すぐに帰って。これがパーフェクト回答です。お、鳥居さんから返事来ましたね。この後の返事っていうのはなんかあるんでしょうか。ああ、その通りだと思う。よく考え直すよ。そろそろ降りる。今日は助かった。おー、一言しかないですね。不思議な一日でしたね。ではお仕事頑張ってください。お？鳥居は車に乗せてもらっていた僕の車とそのドレスを交換しませんか？その問いに鳥居が答えようとした時だ。ドレスに何か白い紙切れが挟まっていることに気づいた。紙切れを取り出してみると、血文字でひらがな1文字と4桁の数字が記されていた。何でしょう。これが何かと考えていると、お兄さん着きましたよ、交換しますよね。男は再び交渉してきた。すいません。断ると男の舌打ちが聞こえた気がした。点点点。鳥居は男に頭を下げ車を見送る。ふと男の車の後部ナンバープレートが目に入った。あの数字、手元の紙と同じ数字を示していた。あ、ナンバープレートだったんですね、数字は。後日、車のナンバープレートの目撃情報により、横断歩道を歩行中の母子を車で跳ねた男を危険運転致死傷害の疑いで逮捕したという報道が流れた。
母子の親族は目撃者に心から感謝し、多額の謝礼金を渡したという。なんか VIP ですね、鳥居さん。ちょっとイケメン要素があります。まさかこんな結末になるなんて。鳥居はこの報道ニュースを広いリビング高級なソファーに腰掛け、ワイングラスを片手に見ていた。なんでやねんって感じですけど、鳥居さんめちゃ貧乏じゃなかったでしたっけ。報道から数日と経たないうちに逮捕された男は変死を遂げる。傍らには藁人形が転がっていたそうだ。なんかめっちゃカミカミで申し訳ないです。救出成功、クリアですね。もう会話やり直すのはとりあえずやめておきましょう。でもこれ全部じゃないんですよね。おお、救出成功のマークがついております。つぐみちゃん、急いで行くわね。ここまでありがとう。うん、くれぐれも気をつけてね。これが最後の返答ですね。なのでエンディングがここから始まります。つぐみはふと足を止める。背中に感じていた嫌な予感が、嫌な気配がすっかり消えていたのだ。思い切って振り返る。なんだ、誰もいないじゃない。そしてつぐみは駅まで歩き、無事に帰宅した。充電切れてるんだった。つぐみは友人に無事を知らせようとスマホを充電し起動した。何これ。メッセージアプリを起動すると身に覚えのない会話があった。急いで行くわね。つぐみはある予感が脳裏をよぎり、一気に青ざめた。この話を聞いてしまった人のところには3日以内に下半身がない女性の霊が現れるんだって。私が話したのって一人だけよ、まさか。わー、鳥肌が立つんですけど。お願い逃げて。おい、やめてよ。おーい、最初からやり直しますか。いいえ、ちょっともうなんかショック感が否めないんですけど、それは一人だけよ、今から行くみたいな、こう私のところに来るのかなみたいな感じですよね。さて、助言ありがとう。黙って行っちゃったんだけど、これ大丈夫なんだよね。何だったの。ですね、あ、ちょっとどの回答が正解だったか忘れたので、ちょっと、待ってくださいね。千歳ちゃん選べ。は、何を選べばいいの。千歳ちゃん何を選べばいいのにしときましょう。あ、正解だったようです。でももうここまでろうそくの火が減っちゃってるので、ハッピーエンドはもう 100% ないですね。なので、そうですね、一旦レイちゃんのやつをちょっと調べてきます。はい、調べてきました。レイちゃんのはもう会わないといいんだけど、用心してねが正解のようです。レイちゃんのエンディングがいいとコメントがあったので、ちょっとレイちゃんのエンディングは楽しみにしております。赤青選べ、千歳ちゃんですね。この何でしたっけ、青巻紙と赤巻紙みたいな感じでしたっけ。選んじゃダメ、多分選んじゃダメですよね。あ、うっそうっそうっそ、選ばないとダメなの。もう千歳ちゃんはバッドエンドしか見えないですね。最後まで行ってバッドエンドになるのか、それとも途中でバッドエンドになるのか。レイちゃんから返信すぐ来そうなんですけどね、来ないですね。なので、ちょっと、お、タイムライン、ゾッとした。毎日つまんないけど、つまんない毎日って幸せなのかも。そうですね、つまんない毎日は普通ということは幸せなことですね。お、来ました。あなたがいれば安心なんだけど、しばらく出かけるときは友達にお願いしてみようかな。はあ、まっすぐ帰るね、ありがとう。さて、まっすぐ帰るんだよ、約束ね。エンディングが始まります。
レイは綺麗な爪を眺めていた。レイはネイルサロンに行き、綺麗になった爪で学校へと登校したのだ。学校はつまらないけれど、今日は少し気分が良かった。三原さん、そのネイル素敵だね。たったその一言だけ、クラスメイトの何気ない一言が嬉しかった。レイは今日も一人で帰っていた。少し小走りで帰っていた。足音が二つ、まただ。足音が二つ？ついてくる足音がすぐ後ろに迫ってきた。あたし、きれい？レイは足を止め、振り返る。それはもう答えたでしょ？あたし、きれい？かもなく不可もなくってやつですか？そうか。レイはふと今日の出来事を思い出す。三原さん、そのネイル素敵だね。たかが爪かもしれないけれど、気づいてもらえたことが嬉しかった。レイは捨て身の覚悟で女の腕をつかんだ。へえ、あなた結構綺麗な手してるのね。今声は震えていないだろうか。ハサミよりこっちの方が似合うんじゃない？レイは女の手に赤いマニキュアを握らせた。あなたもっと綺麗になるよ。女はじっとマニキュアを見つめ、視線をレイに移す。おお、綺麗な人ですね。レイに背を向け、目したまま去っていく。寒空の下、黒いコートを着た女が一人、赤く塗られた爪をいつまでも見つめていた。なんかレイちゃんめっちゃいい子ですね。確かにかなりいい会話っていうか、いい終わりですね。これは確かに好きです。というところでですね、3つのエンドを見たところで、このパートはこれで終わりにしたいと思います。それではまた次回パートでお会いいたしましょう。